えと以前、研いだ包丁が戻ってきたのですが、3ヶ月も引っ張ったせいでダメージがえーとひどいことになっているので、なるべく映したいと思いますま。もう、バリが出るだけ出るという以前にあ、あよく映りましたね。歯が潰れていないエリアがえ歯の全域に置いてない。 すべてのエリアのエッジがもうあの叩き潰されているほぼ先端に至るまでという状態になっています3ヶ月どころか1週間も経てば1週間あるいはまあ2週間から1ヶ月くらい経てば当然のように切れない部分がこのように潰れ箇所として発生しぼやけていますがそして切れない場所が使えなくなるから切れる場所へ切る場所を使いながら移動していって そしてそれでもその場所がまた切れなくなるというような感じでこういう切れない光がエッジ側で反射しちゃう場所が徐々に増えていくというのはまあ当たり前なんですけれどもこの場合3ヶ月も引っ張りすぎてしまったせいでまあえっと つぶれていない場所がある。まだしもつぶれているけれど、そのつぶれっぷりが甚だしくない場所がある。そこをまた使う。そしてまたそこがつぶれるから、もっとひどい場所を今度は使わざるを得ないという感じで場所を行ったり来たりしたせいで、このつぶれ方が凄まじいことになっている。もうこうやってれば、あの、爪くらい削れるくらいの、えっ、ー、と、ダメージが 集まままっっててしいますこの様子をきちんとフォーカスした状態で、まあ、光の反射も刃の刃先のボロボロさ具合もフォーカス合わせた状態で今撮りたいと思っているんですがまあえー、と要するにこんな風になる前に絶対に研ぎ直すべきだということですよね。 まあ反対側も映せれば映したいのですがまああるいは使いながらほんの少しでもえっと砥石をシャッと当ててうんあげればまあこのような潰れた場所が ちょっとだけマシになるマシになることでさらに力を込めて無理やり切ろうとしてもっとダメージが悪化することを防げたはずですし、うん、まあ研ぎ直しの手間以前にこの被ってしまうダメージもずっと少なくすることができたはず。 3ヶ月を例えば、えー、と1ヶ月を3回にした方が多分ダメージが少なくなるくらいの,あの状況にはできたはずなのでまあえっ、ー、と無理やり引っ張ってこの状態でも切れてそれでも使えて頑張ったということをえっ、ー、とまあ美徳にはしない方がいいというすごくいい例ですね。 はい、ざっとですけれど、まあ、研ぎ終わりました。まあ、もちろん僕はプロでも何でもありませんし、えー、と使っている砥石は腎臓がもっぱら、そして、あの、所要時間5分もかからず、砥石も一度も、えー、と平面にすることなく終わっています。まあ、この、えっ、ー、と、今、光の反射が映っているあたり、えっ、ー、と、まあ、 刃先を見たときにちょっとデコボコが残っている場所があるのが今見えたと思います。まあこういう場所で、えっ、ー、と、先ほどまでのダメージが残留しているという状況は一部継続していることにはなりますが、まあこのあたりもなんかありそうですよね。なんか、なんか、えっ、ー、と、デコボコというか、うん。まあこのような感じで、えっ、ー、と、あれだけの、えっ、ー、と、バリ、うん。 爪がが引っっっかかって削削れれそうな振りがあっさり削れ落とせるまだこのようにバリを削った先のそ,それより奥に、えー、ともう押し込まれちゃった、うん、デフォーム変形ダメージの方残っている跡まだありますけれどもう,もうバリ取ってちょっとやるだけでこれくらい刃が戻ってくれるその意味でこの包丁えっ、ー、と通販とかでえっ、ー、と 大々的に売っていたものらしいんですけれど、こういう研ぎやすさという意味でとても実用的で、そして研ぐ,の研ぐことができて研ぐこあの、早く研ぐことができて、そして十分な刃がついて、まあ、ある程度ちょっとは刃持ち、またすぐに研ぎ直すことができるという点で、えー、といい鉄と熱処理の包丁だとは思います。まあえーと ま、手間はそんなかからなかったんだからいいではないかという話ではなくて、えっと、やばいのは、あの、歯が潰れてトマト,ト,マトさえ、あの、スライスできない状態が多分、えっと、2ヶ月半以上続いているということなんですよね。その時間がさっきまでこれを研ぎ直すのにかかった時間に比べて極めて長い、そしてとてつもなくもったいないという、うん。 ダメな状態にしちゃった列車をこんな最大化することはないという意味で、まあ、極めて、まあ、うん、やばい状態だったなというお話でした。では、以上になります。